パウツクプパウツクツクプツクボス。ホリエモンチャンネル。はいはい、やってきましたよ。宮崎です。はい。堀江貴文です。寺田幸です。ということで、そうなんです。本日我々は宮崎にやってまいりました。宮崎。そこはね、西立花通り、はい、通称西立通りという。はい。俺結構よく来てんだよね。あ、そうなんですか。宮崎、はい。はい、年に2、3回は来るんですけど。はい、ということで、この西立というこの場所がですね、すごく美味しいものが集まっているということで、はい、なんと今回はそれを巡ろうという企画でございます。今回はですね、照り焼き美食クラブで行っている爆食会と宮崎市さんのコラボで本日はお届けしようと思っております。その模様をホリエモンチャンネルでもお届けしようと思いまして、本日ロケに来ております。ということで、本日のゲストをご紹介します。蕎麦屋鉄心2代目の蕎麦侍さんです。はい、蕎麦侍です。よろしくお願いします。何なんだ蕎麦侍って。はい、何なんだ蕎麦侍。蕎麦侍です。かっこいいですよ。蕎麦侍ですか。はい、よろしくお願いします。蕎麦侍、ね、ハンバッチもアイラブ蕎麦。アイラブ蕎麦です。おお。ということで、今回なんとホリエモンチャンネルでもですね、実は10軒回らせていただくんですが、ちょっと放送ではお届けしなできないところもあるにはあるんですけれども、10軒今から我々夜までかけて、はい、深夜までかけて巡りたいと思っております。大阪もそうやったからね。昨日大阪で11軒行ってきましたから、ね。11軒、本日は宮崎で10軒です。10軒です、はい。で、今回その10軒も蕎麦侍さんが全てセレクトしてくれた、はい、美味しいお店らしいので、はい、お任せください、はい、負けませんよ大阪には。すごいな。でも小引きのでかい看板 ね、小引きの小引きね、なかなか宮崎でね、もう宮崎行くと小引きですからね。そうですね、よく見ますよね、宮崎に来ると。小引きブルーですね、小引きブルーです。ということで、それでは早速1軒目から回っていきたいと思いますので、はいはい。玉三郎さんって宮崎で4時から飲める。4時から飲める。創業61年目の、はい、人間をダメにする人間をダメにするところですね。はい、この西立の入り口にあるんで、皆さんここからスタートされて、ね、じゃあ早速行きましょう。ちょっとスケジュール遅れてますんで、ごめんなさい。じゃあ行きましょう、はい、レッツゴー。いらっしゃいませ。はい、ここですか。はい、さあ、何から飲めばいいんですかね。最初ですね、コビキブルーのこだわりですか。ビールいかないの。トクトクセット、まずは。え、生ビールとタラの芽と若鶏の桃焼けも。あ、トクトクセットそうなんのね。これを用意してもらってます。じゃあそれを用意します、はい。じゃあトクトクセットから。トクトクセット、トクトクセットです。トクトクセット最高。いい感じでみんな飲んでんな。今日何曜日でしたっけ。今日は土曜日です。土曜日か。まあ、なんかだったらあれか。でも平日巻いてるんですよ。平日巻いてる。平日もこんな感じですからね。いや、ビールが来ました。わあ、これはマジで今日のロケはダメになりそうですね。じゃあ乾杯。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 これ朝から何も食ってないからね。お、うわぁ。さあ、ちょっとビールの CM が欲しい。寺田行き。こっちでいい。もう一回行きますか。こっちで。おいしい。決まりましたね。ありがとうございます。決まりました。宮崎でも決まりました。ここはあれですか、蕎麦侍さんもよく1軒目に来るんですか。いや、来ますよ、もう僕4時から来ます。4時からありがとうございます。そうそうそう、4時からね。4時から仕事そっちのけでね。いやいや、仕事終わらせてですね。最高ですよ、ここね。いや、今日なんかこれ宮崎にいろんな企画、これ企画がなんか PR されてて、はい、宮崎に住んでる友達からどんどん来たり。あ、そうなんだ。失礼いたします。来た。春ですね、はい。これもうね、蕎麦屋でこういうの出ると、出ます出ます、嬉しいよね。行っちゃいます。今日もサクサクいきますからね。うん、あのね、爆食会はごめん、ちょっと待ちいただけますか。はい、最初に食べ過ぎですよ。誰でも分かるか。そうでしょうね。そりゃそうでしょうね。いたします。お待たせいたしま
え、これ1100円。そうです、6度全部です。得すぎません？得すぎるでしょ、これ得すぎる。これだけで、ね、あとドリンク買えるそうなぐらい。もう小食な人だったらね、全然いいですよ。まあのそういうわがままを言って、うん、で始まったんですけど、しっかりお話して、昨日ももこさんが完全にあのアテンドして、フルアテンドで、うん、俺はこの間あの福岡でやった、だからもう福岡のレベルが高いってみんなが感動して、負けたくないんですよ。いや宮崎は負けませんよ。あ、皆さんせっかくなんで食べるあれじゃないとこだった早いな。あ、いいよ、いい食べっぷり。うん、なんか皮が、皮が美味しい、パリパリ。よければそこ侍さん、これさ、いい感じでかぶりついといてください。1100円でいいの？あ、いいですね、これ1100円の、いいですね、レベルの味じゃないよ、うん、ここ置いとくか、これ1100円のレベルじゃないですよ、マジ。熱いだから大阪で対抗するからどうなったかっていうと、芸人さんが来た、ご中に芸人さんが来る一回お笑い挟むんですよ、職人が。お笑い挟むいいじゃないですか。だって最初なんか R1 で優勝した人を呼ぼうとしてたんだよ、浜田さん。私の浜田さん、そう、目見えないでしょ、うん、だからなんかそう、あの漫談聞きながら飲めるとか最高ですね。最高いや、だから大阪の独自路線が出たな。だけど食事はヘビーだよ、粉も多いから半分ぐらい粉もんすか。え、これ1100円安すぎる。いやー、すげー、ここ来たの初めてですよ。え、この鳥本当に美味しいですの、うん、あの、この人、こう見えてめちゃくちゃシビアなんで、食事。あ、そうなんですね。でね、用じゃなく切っちゃいますね。ドキドキ高級であろうと、なんだろうと、そう、用じゃなく切っちゃうって。ね、美味しい、この鳥が。あ、よかったですよ、これは素晴らしい。ね、100円なのに。他にもいっぱいあるんだ。そうなんですよ、メニューも結構100種類ぐらいある。100種類もあるの。これ他も頼みたくなるけど全体ダメですね。ほろ焼きとか一応爆食会のルールとして出されたものは全てそうですね。え、嘘でしょ。寺田さん無理しなくていいですよ。最後薬飲みました。え、薬飲みました。今から飲みました。最後大変なことになるんで、あの1回飲むと1日持つんですよ。本当に、はい、昨日だから飲んだ6時なんで、まだ24時間経ってないんで、まだ効いてます。うん、いやー宮崎ちょっと蕎麦侍すげえな、ちょっと舐めてたな。なんかこの後の休憩が本当に楽しみです。これはうまい。尻上がりですからね。尻上がりに上がってきますか。尻上がりに上がってくるんですか。ここから上がるの楽しみ。高砂さんもめちゃくちゃうまかった。すごい、お二人ちゃんと完食。はい、完食。これはスタッフさんが美味しくいただきます。そうそうそう、後でね。うん、さあ、次行きますか。もういいんですか。次行っちゃって、それでは2軒目に向かいましょう。参りましょう。行きましょう。歩いていく感じがいいですね。いいですね。俺この時間にこの西立ち歩いたことないから。そうですね、暗い時間でしょいつも。ですね、現在最後のスナックに小崎さんに持ってもらう。本当に来てもらいましょう、こうなったら。はい、ということで現在ですね、時刻は夕方の5時を過ぎたぐらいでございま す、ね、そんな時間から本当に飲んで食って。いや、俺朝から何も食ってないからね。本当ですか。いやいや、さすがに無理ですよ。昨日の今日ですか。昨日だって2時半までやってましたから、ね、やばいな。
だって6時に始まって2時半ですよ。うわすっげえ。美食クラブ食べすぎ。8時間半ですよ。8時間半食いまくり。それはもうさすがに今日無理ですよ。朝とか絶対的にお腹空かないやつですよ。しかも朝から走ったもん。おいおいすごい。走って何も食わず飛行機2時間遅れ。トラブルに巻き込まれ目に向かっておりますが、うん、もうすぐですね。もうすぐ。わあここもまたなんだ。次は何なんだろう。ランプテーってまあビストロというか、はい、昔から40年ぐらい続いてる。40年。はい、ビストロ。すごいな。まあそうですね。フレンチとかイタリアンも勉強された方で、ミクリさんにずっといらっしゃった方。へえ。そうなんだ。楽しみ。いや行ったことないと思う。ここどこなの。俺もまあまあ皆さん来てるんですけどね。なかなかねやっぱり選手会で1回に回れる店がね少ないですからね。少ないですからね普通は。あ、着きました。本日はここまで。今回は蕎麦屋鉄心2代目店主蕎麦侍さんの案内で宮崎最大の歓楽街西立を巡りました。ホリエモン絶賛の美味しいものがたくさん、そしてホリエモンびっくりのスナックも。ぜひ宮崎の西立で美味しいお店とスナックを巡ってみてください。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。何を上に食べたページが